臨滅土寺の御本尊妙本寺は、神奈川県鎌倉市大町にある、日蓮州の本山。三号は、長江山、妙本寺のある宿は、現在は、引谷と呼ばれ、鎌倉時代には、引吉和一族の屋敷があった。引吉和は、源頼朝に仕えた、御家人で、頼朝の乳母、引谷の養子にあたり、妻は、源頼家の乳母、娘の若狭局は、 よりの妻となり、よりの子、一万を産むなど、源氏とは深い関係を持った。このため、よりの妻、北条政子の実家である北条氏とは対立するようになった。1203年よりが病気で倒れると、次の将軍を誰にするかで、千旗を押す北条氏と、若狭局が産んだ一万を押す引き師の間で、争いが起きた。吉和は、 よりえと北条氏討伐を図るが察知され、名護市で殺害され、引き一族は引き谷の宿に籠って、北条氏らの軍勢と戦うが敗れ、屋敷に火を放って自害した。若狭局は池に身を投げて自害し、一万も戦火の中で死んだ。吉和のし吉本は生き残り、後に京都へ行き、淳徳天皇に仕え、上級の乱で淳徳天皇が入りになると、 佐渡まで友をした。彼の命にあたる竹御所が四大将軍、九条頼常の妻になったことから許されて、鎌倉に帰った。1234年竹御所は、出産時に死去する。自物像であった、釈迦如来像を祀るため、新釈迦堂の建立を遺言する。1235年新釈迦堂が建立する。竹御所は新釈迦堂のその下に葬られた。 1243年戦学が新社課堂の寺中となる。1246年戦学は万葉集の皇帝を成し遂げる。1253年義元は日蓮に帰依する。1260年義元は母体を弔うため、日蓮に屋敷を建上し北家道を建立する。これが、妙本寺の前身である。その後、日蓮の弟子、日朗が妙本寺を継承した。以後、 日蓮宗の重要な拠点となった池上本門寺と東山は両山一種制で一人の住職が管理していた。江戸時代には池上本門寺に住職がおり東山はつかさつと無職として本業院の住職が管理していた。1842年天保の改革にて廃寺となった漢王寺の図書を移設する両山一種制は1941年まで続いた。 江戸初期の弾圧までは、藤士伏派の末字を多く抱えていた。26時で末字の68%を占めていた。2004年有緒寺院から霊石寺院に昇格。現住は82世、鈴木日教館主、池上法園の本山の一つ。日蓮宗は昭和16年に本末を解体したため、現在では、旧本山、旧末字と呼び習わしている。国木田ドッは、 鎌倉明本寺雇という詩を作った。これには、曲がつき、戦前の教科書に採用されて親しまれていた。境内の不要の花が歌われている。夕日いざを踏みを本寺、方位の後を弔いえば、不要の花の影錆びて、我が世の末を嘆くかな。方よ、起きてよ、人の子よ、時の力をいかにせん。英語の神は叩たたきて、禁じた窓のいたずらに、雇の客を言うふかな。 小杖の鳩の歌不落、ありし昔も今も、なおほ、夕日いざな不明本寺、不要の花は、美なるかな、ありがとうございます。